さんは8時に家を出発し、1200メートル離れた駅へ向かいました。初めは毎分50メートルで歩いたよ。疲れたよ。途中で雨まで降ってきたので、毎分200メートルで走りました。トロトロ歩いてんじゃねえよ。猪突猛進。歩いた道のりと走った道のりを求めなさいと。まずこれは X と Y を置いて、X メートルと Y メートルで何メートル歩いたかを出しやがれ。ちんたら歩いてる時のスピードは毎分50メートル。それが、ピヨーン。猪突猛進。で、毎分200メートル。そして、速さ分の距離で時間が出るので、18分で着いたぜ。ってことは、もう一個の式がこれだったので、あとは式を解くだけ。さあ、解こう。まずは、丸一の式に200をかけて、整数の式にしてくれたまえ。そして、切って、掛け算で、ではもう一つの式を井の頭少年。こいつをそのまま持ってくぜ。それでは一番おいしいとこを、君だ。黄色い少年。引き算して、できるよ。引き算するだけだから、3x イコール2400だよ。そしたらば、めんどくせえ。俺がまた持ってくぜ。足が痛いよ。なんで歩いた方が800で走ったの短いんだよ。うるせえな。歩いた道のり、走った道のり、それぞれ X と Y で置く。かかった時間は道のりある。速さなので分数で表す。足したら全部で8時から8時18分まで18分。2つの式ができたら上の分数を整数に。僕たちは分数の式が嫌いなので、整数にしちゃえば楽ちんさ。あとは引き算してしまえ。X 出たら簡単な方の式に800を入れたら明日の400。僕たちは答えが出た後に単位忘れ、いつも減点されるので気をつけよう。